本でも流行ってるビンフォーポールを食べに行きたいと思います。ちょっとこの店に行こうかなと思っています。行きましょう。香り、私実はこれ初めてなんですよ。食べたことなくて、普通のここの麺パワー大好きでよく食べるんですけど、この中に冷たいバターが挟んであるのは初めてなんですよ。ちょっと見てください。で、見えるかな、あ、入ってますよ。ちょっと温かいうちに食べた方がいいようなので、早速いただきます。あ、あったんですけど、ちょっと冷たい感じで、この周りが温かい感じとすごい合うんですね。うんうん、バターがあんまり食べないんですけど、ここのバターは結構好みな感じ、あんまり牛乳の味が濃くない感じですね。なんかいい感じ。そしてちょっと塩気があって美味しい。ゴロパンもすごいサクサクしてるんですよ。めっちゃサクサクしてて、この周りのゴロパンはすごい美味しい。なんかさっきあったあのゴロパンの食パンも気になるね。結構美味しい。やっぱ食べると美味しさが増すのかな。すごいこのバターと相性がいい感じです。やわせ、美味しい。から私ゴロパンゴロパンって言ってるんですけど、ゴロゴロのパンじゃないですよ。台湾ではゴロミエンパンって言って、日本だと台湾風メロンパンっていうのかな。そう、この台湾風メロンパンは実は台湾風とは言ってるんですけど、これ香港が発祥なんです。だから台湾の人にとってはガンスって言って、香港から来た食べ物という風に認識してるんですよね。台湾風メロンパン、ゴロパン大好きです。これ美味しい。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。